ダゾーン。さあでは最終節、仙台のスターティングメンバーです。前節の熊本戦と同じスタメンとなりました。ゴールキーパーは林明宏、最終ラインが右真瀬拓実、センターバックに小出雄太と菅田正宏、左サイドバック奥山正幸、中盤右から豪家雄太、ボランチ工藤葵、鎌田博夢、左サイドハーフには相良龍之介、ツートップはエロン、中島元彦というメンバーになりました。大分は前節の群馬戦と1人スタメンを入れ替えています。ゴールキーパーはムン・キョンゴン、3センターバック右からペレイラ、安藤智也、デルラン、右のウィングバック吉田真奈と、ボランチ安田健信、弓場雅樹、左のウィングバック左のウィングバック重平、ツーシャドウに池田蓮と野村直樹、頂点の位置に屋敷雄星が入ります。長身ではありますが非常に俊敏な動きを見せます。長いボール、ターゲットは野村、胸で落とす、中を見る、入れてきたクロス、ここでシュートに行った弓場、利き足ではない右で蹴っていきました。やはり野村からの攻撃の起点、ビッグチャンスになりました。まあ、そうですね、序盤は仙台がやっぱりボールを奪いに行きたいという思いが強いので、さあセットプレーのチャンスを迎えました大分、直接向かっていくのボール、パンチング、こぼれた、デルラン、乗りに乗っているデルラン、2戦連続ゴール中、今もシュートを放っていきました。そしてペレイラ、受けに来た安田、安田がボールを見て前を向いて縦への差し込みですが、エロンが高い位置でボールを奪います。連動した相良、相良が左のサイド、中央に下げて鎌田、右を見た、ここに正がいる、ヘディング折り返し、あっとこれがオウンゴールになりました。大きなサイドチェンジからその攻撃が生んだオウンゴールということになりました。仙台が先制しました。思わぬ形での先制ゴールとなりました仙台です。そうですね、まあ、エロン選手がいいプレッシャーをかけてやっぱり前向きに奪ったところ、まあ、大分の基準も早かったですけども、少しあえて、ね、遅れて出ていったサイドバック松瀬選手のところ、逆サイドうまくつきましたよね。さあキッカーは中島、ここまでチームトップ13ゴール、直接狙ってきた、ムンキョンゴン抑えました。ここは冷静にキャッチしました。引き分けたとしても千葉が敗れればプレーオフ進出決定という条件になります。さあこぼれたボール、屋敷、屋敷シュートに、これは枠を取れませんでした。フリーの状況でのシュートになりましたが、ここは枠を捉えませんでした。さあロングスロー、吉田近い位置、ヘディング、パンチング、こぼれている、胸トラップでシュートにいった、ここもブロックだ、こぼれ、ここは冷静に林、でもそうですね、真瀬選手かな、よく寄せましたよね。身を挺しての守備になりました。中盤でボールを奪います。相良が持つ、相良持つ、ドリブルからこぼれたボール、ゴーケだ、ここはオフサイドはない、ないですよね、押し込みました、ゴーケ渾身のガッツポーズ。まあ、ここのセカンドボールうまくなゴーケ選手が拾って、まあ、このドリブルが効きましたよね。まあ、4人の間を引き連れながら、この瞬間に出した時にはオフサイドないと思いますので、はい、まあ、相手の足にリフレクションして当たりましたけども、まあ、うまく抜け出したところ、
まあ、相良選手がうまく持ち運ぶで、そして4人を5人をやっぱり引きつけたドリブル、まあ、最終的に豪華選手が、まあ、フォワードとのような抜け出し方して、まあ、最後のゴールも冷静でしたよね。いやただ田村さん、はい、球際の執着心お互いにここは出始めてますね。まあ、仙台ビルドアップの中、おさあこの裏、さあ裏を取った渡辺シュート、一瞬の隙、得意の裏抜け、そこからのシュートを放っていきました。いい試合ができると思うというふうに話して臨みましたが、ここまで2点を失っています。フリック、中島反応、エロンと中島の関係性、オフサイドはない、折り返して相良待っていましたが、大分もクリアしました。よく見てましたけどね。あ、これこう意図的だったのかちょっと分かんないですけども、フリックになって、まあこれも微妙なラインのところでしたからね。キャリアハイを更新中の中島、その中島がフリーキック直接狙ってきたか、サイドネット思い切って狙っていきました中島です。まあ、今シーズンこれ結構やりますよね。入れてきたボールはヘッドはどうか、吸い込まれた、いい1点返しました。フリーキック直接、さすがのゴール、1点を返しました。オナユからかわす、大卒ルーキーの石尾、ここもキープする、気持ち一つコーナーキックにしました。ここで試合終了の笛、満員の湯浅に響き渡りました。ラストチャンスを勝利でものにした仙台がクラブ初のプレーオフ進出決定、大一番を制して5年ぶりの J1 復帰への道を自ら切り開きました。ダゾーン